はい。パーサートレーのゆうじです。今日ですね、またね、えー、皆さんからコメント欄にたいただいた質問に答えようと思っているんですけれども、ちょっとその前にですね、これです。今年の正月にワールドプラスジムという大阪を中心に日本中に130店舗以上ある24時間ジムがあるんですけれども、そのワールドプラスジムで行われた、まあちょっとイベントというかね、それにね、僕がちょっと、えー、参加しているという形でやったのはこれなんですね。このマッスルミクジ。 というやつなんですけど、ちょっとこれね、あの、正月に向こうもギリギリで準備したので、僕のところに送られてきたのが、かなり正月かなり過ぎたところで送られてきたので、ちょっと今日紹介になっちゃうんですけども、なのでちょっともう終わっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、まあこういうね、マッスルみくじというね、ちょっともう面白おかしく楽しみましょうということで、これを弾いてね、書いてあることを見て楽しみましょうという、まあイベントなんですね。で、その中身の監修というのは僕がやったということで、ちょっと今回は協力させてもらったということですね。で、これあの中にね、え、いろいろいっぱい、 いろんな紙が入ってるんですけれども、これはいくつだっけな ?50 か60か70、その数。 ちょっと忘れちゃったんですけど、かなりないろんな言葉が入ってですね、お一人様一回限りということで、えー、このスーパースペシャルレアというのがこの中に0.6%ありますと、かなり少ない数だけ入ってますということで、まあ、これを引いてまあ楽しんでくださいねというまあ催しをね、ワールドプラス1でやって、この,この正月にやっていたんですけど、まあ、ちょっとね、簡単にねどういうものがあるかだけ紹介してみます。僕もね、そういろいろ引きながらやってみたいと思います。はい。えー、あいきなり出ちゃいましたね。痩せたければ。 バックランジを20回3セット。<laughs> いきなり出ちゃいました。ちょっといろいろ次々ね、たくさんある中のいくつかだけ紹介していきます。中年の体には痛いところがあって当然。でも方法はある。どんどんいきます。今年の筋トレの目標を SNS で公言しよう。何かが起きる。実は筋トレの効果を最大にするのは続けること。あなたには才能があります。たった一箇所でもいい。その箇所を鍛え始めることが全ての始まり。今日から筋トレを3種目変えてみよう。意外な効果は待っている。ありますね。諦めたら終わり。 続けたら変われる。男も女もお尻でセクシーになれる。あなたを変える尻革命。モチベーションはいらない。行動するだけ。人の筋肉に憧れ努力する。その姿は誰かを奮い立たせている。と、出ましたよ。スーパーレア出ました。鍛えてる体のシルエットは何よりも美しい。これが全てですね。筋肉は裏切らない。あなたが筋肉を裏切るな。今年は丁寧に筋トレする楽器地という感じで、 まあ、こんな感じでね、おみくじというかね、あの、単に大敵地とか中敵とかそういう方だけじゃなくて、まあ、ここに書いてあるトレーニングの気分を上げようとかで、まあね、あの、ジムに楽しんでもらえたらというような催しということなんですね。まあ、わざわざね、えー、ワールドプラスジムこういうようなものが行われたということで、ちょっと紹介しました。さて、ここからはね、ここ最近でコメント欄に来た質問に答えたいんですけれども、えっと、まず一つ目は、バックランチとクランチで体重体脂肪は減ったんですけれども、基礎代謝も減りました。 っていうね、コメントがあったんですね。ここだけしか書いてなかったんで、よく、まあ、わからないところあるんですけど、ただこれ、あの、多分、インボディとかね、そういう、あの、体質系で測って、体重も体脂肪も減ったっていう風になるんだけ、あるんだけども、基礎代謝というね、そこの数値も減りましたってあるんですけど、まあ、これはですね、あの、体脂肪がすごくある人がダイエットしていくと、どうしても、まあ、もちろん、今までと食事も多分変えてると思うので、 炭水化物にも変えてるわけですね。そうすると筋肉の中の糖質が出ていく。で、糖質が出ていくと糖質と水って一緒にくっついて筋肉細胞の中にあるので、これがね、糖質が出ていくと食事制限あるいは運動することでこの糖質が出ていくと水も出ていくんですね。だからこの溶積がちっちゃくなってる。だから体質整形で測った時に筋肉の溶積がちっちゃくなったっていうふうに出てしまうんですね。なのでその筋肉の溶積にある数字をかけて、まあそれをさらに年齢とか性別とかで換算したものを表示しているという形なんですね。 なんですけれども、本当にじゃあ筋肉が落ちたかどうかということはちょっと別なんですね。まあ、あまりに極端にダイエットをやって筋肉が分解してしまうほどだったらちょっと問題なんですけれども、これは正しくダイエットをしていっても、どうしてもかなりね、体脂肪があった人の場合減ってしまうんですね。だけれども、そういう体質系測定すると減ったというふうに出てしまうんですけれども、ただそれが、 ちょっと落ちただけで体脂肪が十分落ちているのであれば成功ということです。もう今の水分が減っただけなので、それほど心配することはないです。これが筋トレやっててどうも体がきつくてきつくてたまらない。全然ダンベルとか重さが上がらないというのは完全に分解が始まってマイナス方向に行っているのでそれはダメということですね。まあそうでなくて今までよりもエネルギッシュで見た目の形とかも良くなってきた。というのであれば、まあ問題ないと思いますので、まあそこまで心配しないでいいかなと思いますので、まあ正しいダイエットを続けてください。 それと、先日、デッドリフトを紹介したときに、まあ、こんなコメントがありました。まあ、ちなみに、このコメントは必ずと言っていいほど、こう、一回ぐらいはね、来るんですけどね、デッドリフトを説、デッドリフトを紹介すると来るんですけど、デッドリフトは怖いんでやめときます、というふうにあります。デッドリフトというのを、あの、本当にね、もう、その名の通り、死の持ち上げという、ま、そこまでのイメージを持たなくてもいいんですけれども、それは、デッドリフトでの本当に、パワーリフティングをやってるような人だけを思い浮かべたら、ちょっと問題であって、単純に、 ハムストリングそ伸ばして、脊柱筋付きを収縮するだけ、それだけの体操と思うぐらいなんですね。これもしかしたらね、ちょっとデッドリフトという名前を変えた方がいいかもしれないですね。単純に前鏡、ベントオーバーみたいなそ、それだけのような言葉に変えた方がいいかもしれないんですけど、なのであの、僕が言った言葉をちょっときちんと聞いておいてほしいんですけど、僕は何も重いのをやる必要はないと言ったんですね。本当にもうダンベルをこうやって、これなら5キロ5キロですけど、5キロ5キロで、 こういうデッドリフトをやっていくだけでいいんですよ。ただ、正しいフォームでやっていく。腰が反って膝が出すぎない。もも裏は伸びてるけれども、背中腰が収縮しているような、まあ、こういうデッドリフトをこのぐらいの重さでやっていくだけでも十分効果はあるんですよ。というふうにはまあ言ってるんですね。 腿を裏を伸ばして腰を反らす。で、これによってデスクワークで弱くなった腰っていうのは改善されますよということなんですね。まあ、それを重さを上げていくかどうかっていうのは、もうあの、こういうのでも全然自分が20回できる重さであれば、まず怪我しないです。 なので、20回できる。全然なんか余裕な平気だなと思ったら、少しね、じゃあこれを5キロを7キロする、7キロを9キロする、9キロを12キロする。で、それが20回、20回、20回だったら、まず怪我しないです。10回をどうやっても余りね、どう苦しんでも、うわーっと言って10回切るような重さになるんであれば、リスクはありますが、全然その、自分が20回、まあ正直言うとこの5キロって50回でも多分70回でも多分できると思うんですけど、まあそういうの重さあれば全然怪我はないです。だけれども、5キロであっても効果はある。 あるって言うのはそういうね。軽めである。出てるって言うのは、ね、なので、僕は全ての中年にお勧めしています。あの是非ね。必ずやってほしいと思います。それから、これもたびたびコメントをいただくんですけども、これをもう僕がレッグレーズを紹介すると、レッグレーズは腰が痛くなるんで、ちょっとという風うにまあ、あるんですね。で、これはえっ、ー、と。まあ、あのやっぱりそういうことがあるかもしれないです。まあ、このレッグレーズをやってった時にまあ、床でやりましょうかね。今ね、背中を丸めといて、まあ、こういう風にやってった時にこれがやっていくと、最後の方で腰が。痛い っていうふうに、まあ、言われることもあるんですけれども、あのー、まあ、まず今現在、自分がヘルニアでなければ、多分やってて、それが原因で腰痛になるってことは特にないです。で、これなぜ腰が痛いかということなんですよ。なぜ痛いかというと、まだまだ自分のお腹と腰が弱いから、あるいは、 腰が収縮するということだけでも疲れてしまうからという、ただそれだけのことなんですね。だから、ベースをちょっと上げればいいだけなんですね。ま,あ、まだこのレッグレーズをやって、その腰がね、キューとなって、それが痛いのが気になるというのがあれば、もう単純に普通のクランチだけをやっぱり普通に、やっぱり丁寧にしっかり骨盤を上げて、まずこのクランチだけでしっかり筋力を高めていく。で、当然、このレッグレーズをやった時の、ここなんですよ。この時、うん、っと押さえる力が必要なんで、 これよりももっと簡単にその抑える力を使える、作,作れる、このプランクをやっぱりね、体これぐらいまっすぐで30秒やっぱり平気でできなきゃいけないし、当然腰を収縮するこのスーパーマンも30秒は平気でできないといけないということですね。だから、まあそこら辺の基準をまずクリアした上で、それからレッグレーズに入るというのはまあ一番いいと思いますね。で、その上でやっていくということ。 まあ、あの本当に別にそれで、あのい、さっき言ったように、今現在ヘルニーであったらちょっと問題ですけど、そうでない場合には特にね、それ以上のことは起きないんですけれども、ただ今言ったようなベースをまずね、積み上げて、それからレッグレーズに入るというね、段階を経てくれればいいかなと思います。それから最後ですけれども、えー、懸垂がいつまでたってもできないんですっていう、まあ、このお悩みコメントですけど、まあ、これもやっぱりちょくちょくあるんですけど、 まあ、懸垂ですね。あのー、まあ、確かに、懸垂を、ね、今、ちょっとこれすごい低く設定してますけれども、懸垂をこうやってね、やれればいいだろうなっていうね、そこを目指してやってるわけなんですけど、ね、それができない人は、ま、僕は、これを、まずは、こう、固定するだけ、あるいは、この、つま先立ちで、ここから、ゆっくり降りていく、 ゆっくり降りていく。ここだけやってくれっていうふうに言ったそれを積み重ねていけばできるようになりますよって言ったんですけど、多分この、ここからゆっくり降りるのは続けてるんだけど、ね、できるだけ抵抗しながらっていうのはやってるんだけれども、いつまで経ってもできるようになれない。できるようにならない。いつまで経っても、こう、上がれないっていう、まあ、そういうことだと思うんですね。えっ、ー、と、ただ、これね、あの、まあ、そんなに悲観しないでください。大丈夫です。 というのも、この、できる、できないっていう、体が上がる、上がらないって、じゃあ、まあ、体重が70キロとしましょうか。まあ、人それぞれ体重ありますけど、体重が70キロとしましょうか。これ、あの、まあ、言うなれば、ベンチペース70キロが一回上がるようになるかならないか、いきなり来るってことですよ。 でも、いきなりベンチプレスが70キロがいきなり上がるっていうことはまあないわけですよね。ただベンチプレスの場合はそれより下があるんでもう20キロからできるし30キロ40キロ45キロで47.5度もできますし、細かくやっていけるんでそこ上がってる感覚があると。だけれどもいきなりこれはできるかできないかのその境にはいきなり70キロということでまあ大変だということですね。 なんだけど、自分の進捗状況っていうのは、このできるかできないかという合格ラインだけではないんですよ。それ以前にもあるわけですよ。な、この今上がるか上がらないかが1っていうのはあるんですけれども、きちんと正しくこの降りる方のネガティブだけをやり続けている人の場合、まあ正直言うと、このね、まあ1もしくは0のところから、このマイナス20ぐらいから始めてるわけです。このマイナス20が、19、18、15、13、10、 にに徐々ななっってていけばいいいけけばわででででそこはは確実に進んんんるるととうのは多分自分でも分自もかかじゃないかと思うんですね最近僕のお客さんでもまあまあ体重ある人なんですよ。結構体重ある人なんですよ。で、最初このね、掴んで降りるというやつをやってもらったら、ドバーンと落ちたんです。まあ体重もあったんですよ。体重あるんですけど体が強いので、まあやってもらったわけですね。一発目は初日はもうこうやって掴んで離してってドーンって落ちた感じになっちゃったんですけど、 だけれども、それを、まあ、週1回だけ続けました。まあ、僕はね、一緒になってる、週1回だけ続けました。そしたら、まあ、本当、3週間目ぐらいのところでは、もう、これが、2秒ぐらいになってるんですよ。2秒ぐらい。0か2秒、かなり違います。だから、今のマイナス20からマイナス12か10ぐらいまで来てる感じなんですよ。で、それから、また、3週間からそこらかな、経った時に、たった2、3週間ですよ。経った段階で、この間2秒だったのが、ここから、1、2、3、4ぐらいだったんですよ。 2秒かかったら4秒まで長くなったということで、これものすごい進歩ですよ。なので、そこの降りる時間が長くなってる、それだけ抵抗できるようになったっていうのは必ず筋力が上がってるということなので、そこの部分も目安として見てほしいということですね。あの、全然できないからネガティブになる、ネガティブな気持ちになる人もなくて、必ずそれ、筋力が上がってます。 あとはね、最近ね、そうやってできるようになった人でも、これ、前々から何回も紹介してる人ですけど、もうその人は、あの、そうですね、こういうふうなネガティブでやるっていうのをやり始めたのが、まあ、2、3年前ぐらい。で、全然できなかった。1回もできなかったんですね。そんなに太ってはないけど、まあ、中肉中背ぐらいの人。この人もまあ、40、か50歳ぐらいかな。それが、まあ、半年経った頃には、まあ、半年かかったかもしれないけども、全然上がらなかった人が、3回上がるようになったと。で、3回はなんとか崩れながらグーっとできるようになったと。 それからさらに、半年、一年近く経ったら、で、最後の方は崩れながらも、キュージューってこう、なんかなりながらも、10回、まあ、なんとかできたと。まあ、できれば綺麗なフォームで行った方がいいですけど、まずそれをやってみて、そこから正すっていうのもありなので、えー、まあ、そういうふうにね、とりあえず上がってもらったのが、まあ、10回近くもで,できるようになっと。で、この正月ですよ。この正月にと、特にどこにも出かけなかったということで、家にこういう懸水台を今年度買ったんですね。この正月の間、ほぼ毎日、ほぼ毎日、これを、 ね。3回か4回降りるっていうのを3セット。毎日、ほぼ毎日やってたと。で、正月明けに来てみたら、9か10がかなり9回目10回目ぐーっとこう上がらなかったやつが、10回目もかなり足がまっすぐな状態で上げることができたんですよ。また伸びてたんですよ。この正月の間、1週間それをやり続けたら、できるようになったさらにね。 で、そういうこともありますので、まだまだね、諦めない。今、ね、そうやって成功した人もいますから、諦めないでね、マイナス20かもしれないけど、諦めないでやっていけば、必ずこうね、ゼロに近づいてきて上に行けますから、そこのね、自分の進み具合、この落ちる時間なくなってれば、OK だと思いますので、どんどんまだまだ前に進んでみてください。はい。まだま、ね、だ頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パースタートレーナユージでした。Go! Go!